なんか不思議な夢だった。お母さんが出てきてどっか連れてってくれた。俺はまだ小さくて坊主頭のガキだった。いい匂いがした、いい匂いがした。そっから先はよく覚えてない。だけど目が覚めた時涙が溢れた。釣り革をベトベトして気持ちが悪い。中釣り広告がうるさい上司のようだ。俺は目を閉じる、俺はそっと目を閉じる。今日も満員電車は走る。空っぽの心詰め込んで1億2760万の叫びを切り裂いて。最近の私の特技、後ろ姿の男のルックス当てること。そうね、半分当たって半分外れる。まあ人生そんなところ。バイトの面接は大体10分くらいで終わる。資格性格通勤時間、そう多分それが私の全て。窓の外に流れてく優しい風景、花は風に溶けて時の残骸となる。ねえ面接官さん教えて、私が誰なのか教えてよ。今日も満員電車は走る。空っぽの心詰め込んで1億2760万の叫びを切り裂いて。あったかくなってきたっていうのに、僕ネズミ色のブレザーでこんなとこ詰め込まれて。小学校なんか行きたくない。本当の友達なんか誰もいない。うつりたままで星空飛んでる気分、ああもうなんか全部全然違う。クラッとしてよろめいた、クラッとしてよろめいた。パパとママは知らない、この線路がどこに繋がってるかなんて。もう一日経って待てやしない、もう一日経って待てやしないんだ。今日も満員電車は